皆さんマイドマイドーまあこちらねおばちゃんパーマ1 2ミリかな昔は1 3ミリで巻いてたんだけどね髪の毛がねちょっとずつね CMC 使うことによってよくなってきたからねやっぱ1 2ミリぐらいちょっと細めにしないとかかんなくなってきたかなさだな1 3ミリってことねな昔は1 4ミリとかでも巻いてたかなだかそうしないとやっぱり毛先がねかかりすぎちゃうんだよね cmc cmc ミルボの C のね あのエッチかな強め使うようになってから髪の毛の痛みがねやっぱ減ってくるねあのモネタノルハミンが入ってねえのがいいのかな何とも言えないけどねそれまで使ってたのがシスかうち来た時にはもう CMC になってたかな最初からちょっとね記憶ねえから何とも言えねえわはいコメント返しね渡辺先生ね まあ、あの宿毛矯正ね、ね年配の人の、ね、かけなくていいもういいような宿毛矯正ねサロン側が売り上げを目的ではなく良心的にカウンセリング指導するべき技術だと思うんです、まあ、それあるよね、良心的にねだけどこれ難しいね、うちもね、うん、さっきも言ったけどね、病死的にね、ブローすれば簡単にまっすぐになっちゃうようなねあの、まあ、ミドルの方の宿毛矯正細毛なものね、こんなのブローすりゃ宿毛矯正いらねえんじゃねえと。 で宿毛矯正なんかかけたらペットボになっちゃうよと。で、かけなかったことあるんだけど、もう二度と来なかったね、その人はね。やっぱり、宿毛矯正かけた人はかけたいんだよね。美しさをね、提供しようとこだわりすぎても商売にならない。これはやりすぎると本当商売にならないよね。手かけすぎちゃうとね。あーカールで巻くとかね、カーラでた、もうなんかそんなことやってるとね、コテで巻くだのがホットカーラで巻くがどんどんサービスになっていっちゃうかんね。そうするともう、確かにね。 商売にならないよねで暇な時ねよかれと思ってねちょっとねアイロンかなんかでねま、うん、っすぐにしてちょっと毛先曲げるとねそれタダでやるとねそれタダだ,だと思ってね出かけるからきっちり巻いてくださいってアイロンでいいですとかねほんでタダだ,だと思っちゃうとかねこういうのもあるよねサービス業だからねサービスをお金に変えるのがね我々の仕事だからね車屋さんにさネジさ緩めて締めるぐらいサービスするっつってたらね そんなこと言ったら商売になんないかんね、車屋さんもね住民票とか印鑑証明さ、取り引くじゃないと自分で取り引きは150円でしょあれ何かの都合かなんかで、うん、行政書士とか司法書士に丸投げするじゃない全部書類揃えるのに結構いい金額取られっかんねあと車の車庫証明もそうだよねあれ自分で出せば収入に次いくらだっけ3000円かそこらでしょ 4000? 円車屋に丸投げすると今いくら取られるの手数料1万円ぐらい取られない、ね、車庫証明 一式で1万千円ぐらい今いくらなんだろう、ね、まあ多分ん5000は取られるんじゃないあの代,理代,理代理費用として人を動かすとね何でもただじゃないのよただ歩いて取り行くだけっつってもね,ね歩いて行くだけでもあの道路を渡るのに神経使ったり車には跳ねられないように神経使ったり当たり前なんだけどね美容師もね ただアイロンかけるだけっつったってね、アイロンの温度適切にして、このぐらいの間隔でこのぐらいで曲げるって神経使ってやってるんだよね。うん、まあ何の話だかわかんないけど、まあ何でもね、お金は発生すると。はい、お疲れ様でした。